トロフィーを制作しているのは広島市立元町高校創造表現コースの生徒6人です。全国都道府県駅伝の特別協賛社大創産業が2020年の大会から制作を依頼、地元の高校生に平和を考えるきっかけにしてもらおうと、トロフィーには平和公園に寄せられた折り鶴の再生紙が使われています。在校生を指導しているのは東京造形大学3年生の横山理央さんです。元町高校がトロフィー作りを始めた時の生徒です。そういう選手たちにその平和でつながれた思いみたいなのがまたトロフィーを通じてつながっていってほしいなっていうのは、私が最初から作っている時から考えているところで、これまでは陶器で制作していましたが、今回から樹脂素材ジェスモナイトに変え、折り鶴がより分かりやすくなりました。折り鶴本来の色を出すっていうところが今回去年までと大きく変わったところですし、なんかそういうところでも元気とかそういうのを感じてもらえたらなと思いますね。形状も自由にできるため直線的なデザインにも挑戦しました。これは飛び立つ鶴の形をイメージして作りました。手に取って喜んでもらえるようなトロフィーになればいいなと思います。みんな7面で作ってるんですけど、7人で1つのチームってことで、みんなでチーム一丸となって頑張ってる姿を表現しました。全国都道府県駅伝は来月21日に開催され、 RCC ラジオが全国38局ネットで実況生中継します。